秋田国家石油備蓄基地は、小川半島南部に位置する、秋田国家石油備蓄基地は、秋田県小川市船川にある、石油備蓄基地。石油公団が、国家備蓄3000万キロリットル体制の確立を目指し、苫小牧東部国家石油備蓄基地、津小河原国家石油備蓄基地、福井国家石油備蓄基地。 白島国家石油備蓄基地、上五島国家石油備蓄基地とともに建設を進めた石油備蓄基地である1989年に創業を開始した。埋め立てて造成された約110ヘクタールの敷地に約39ヘクタールの西基地と約71ヘクタールの東基地が立地する。備蓄方式は全国初の地中式を採用。西基地は 地上式タンク4機と地中式タンク4機、東基地は地中式タンク8機で構成される。建設費は1500億円。当初は石油公団、日本工業、金融機関31行、秋田県などの出資によって設立された旧、秋田石油備蓄が所有、管理に当たっていたが、2004年の国家石油備蓄の直轄事業化に伴い国に移管された。 創業管理は、旧、秋田石油備蓄を前身として設立された秋備えが、受託した。現在、備蓄基地は、独立行政法人石油天然ガス、金属鉱物資源機構が所有している。秋備えは2007年に、秋田石油備蓄に、称号変更した。また、2018年に、東京電力ホールディングス参加の、東京電力フュエルパワーが、 政府定期間が実施した入札で、本基地を含め4箇所の創業を2018年度から5年間、合計約180億円で落札したことに伴い、同年6月、秋田石油備蓄は東京電力フュエールパワーのグループ企業となった。秋田石油備蓄に関するカテゴリー、ありがとうございます。